宮内正隆は、日本の実業家。株式会社東部ストア代表取締役社長を、務めた、茨城県生まれ。1972年一橋大学小学部、卒業、丸紅入社。丸紅経営企画部副部長などを経て、2003年、東部ストア取締役業務本部副本部長。2004年東部ストア常務取締役業務本部,本部長。 2008年東部ストア専務、取締役業務本部長。2010年から東部ストア代表取締役社長を務め、実情に応じた運営を可能にするため、各店舗への権限移譲などを進めた。日本チェーンストア協会上任理事、東京学芸、大学附属特別支援学校若竹会会長、中央大学経済学部非常勤講師、 関西学院大学国際学部非常勤講師、創価大学経済学部非常勤講師なども務めた。ABCD 東部ストア、宮内正隆専務が社長に昇格日本経済新聞に2010年3月10日、ABC 東部ストア代表取締役社長、宮内正隆店舗に MD や売価設定の権限を異常古典経営で良質スーパーを追求する。 ダイヤモンドオンライン 2011.712AB 有価証券報告書東武ストア新社長に宮内市流通ニュース2010年3月10日東武ストア社長に宮内市日本経済新聞2010年3月10日ふ東武ストア代表取締役社長宮内正隆店舗に MD や売価設定の権限を異常個店経営で良質スーパーを追求する ダイヤモンドオンライン2011.712に実業界茨城県。ありがとうございます。